ウィリアム・バード・ウィリアム・バードは、イングランドで活躍したルネサンス音楽の作曲家である。ブリタニア音楽の父として現代イギリスにおいて、敬愛されている。エドワード6世とメアリー1世のチューダー朝の時代に、王室礼拝堂の音楽家であったトマス・バードの息子として生まれ、王室礼拝堂少年聖歌隊の一員として、トマス・タリスから音楽を学んだとされる。 バードの名前が公式記録として現れるのは1563年にロンドン北部にある林間主教座制度オルガニスト建成家隊長として赴任したという記述からである。1572年には王室礼拝堂オルガニストとなりトマス・タリスと同僚となった。二人はエリザベス一世の手厚い保護を受けた。ところがイギリス国教会と カトリックが混在する時代にあって、カトリック教徒であったバードは弾圧から逃れるため1570年代にロンドンからハーリントンに移住した。国境を拒否したカトリック教徒に対する弾圧は1580年からさらに強化され、1585年には国境基者リストにバードが記載された。その後、カトリック教徒であったジョン・ピーター教の保護を受け、 エセックスのスタンド・マッシーで晩年を過ごした。しかし、バードは王立礼拝堂のメンバーではあり続け、1619年のアン王女の葬々式に参加した記録がある。バードはカトリック教徒であると同時に王立礼拝堂学院であったため、その音楽は国教会のために作曲され、英語によるグレートサービスは最も優れたイギリス国教会音楽の一つであると、 言われる。しかしバードの声楽曲の最高傑作は国教会のイギリスにおいてカトリックの信仰を貫いたバードの信念が感じられるラテン語ミサ曲やモテットである。特に3世、4世、5世の3曲のラテン語ミサ曲はルネサンス音楽全体の中でも結出した作品である。器楽曲ではバイオルによる小規模な合奏のためのファンタジアやバイオルを伴奏に 持つ歌曲が名高く、オルガン曲やバージナル曲等の鍵盤音楽も多数残している。ありがとうございます。